え皆さん、こんばんは。アシナスでございます。ちょっと緊急で動画を撮らせていただいてますけども、ただいま23時43分、えー、生配信が終わってすぐでございますけども、なんとですね、えー、明日5月8日水曜日、生配信しまーす。はい、ということで、えー、内容なんですけども、もうすぐ35万人に行きそうということで、 え、明日、おじいちゃんと目指せ35万人海鮮丼パーティーをしたいと思います。おじいちゃんがうますぎるで、有名な海鮮丼おじいちゃんと食べようという企画、だいたい夜の18時頃から、あ、まあ見れない方は、あの、ちゃんとね、あの、見逃し配信というか、そのままアーカイブにも残すんで、はい、それをぜひ見てもらったらいいと思うんですけども、はい、見てください。それは、それで。で、チャンネル登録お願いします。はい、そして、 二つ目、これ重要でございます。えー、名古屋で飲もうということで、はい。えー、あさですね、えー、あ、忘れちゃった。何日だ ?5 月9日になるのかな待って、今日火曜日でしょ水、木ですね。5月9日、木曜日に、えー、名古屋に行きます。色いろいろ人に会う予定があるんで、それが終わった夜僕暇なんですね。 えなんで、せっかくだったら、視聴者の方に、いろいろお話聞きたいなということで、え、のみ、連れていきます。はい。えー、なので、え、このメールアドレスに、お名前、年齢、性別、で、僕を見るきっかけを送ってください。で、今回、あの、オフ会と違って会費がございません。 会費、はい、なしでございます。で、男女共に大歓迎でございます。年齢も、100歳まで OK です。本当に、えー、90、80、70、60、50、40、30、20までか。えー、未成年ダメ。ごめんなさい。申し訳ない。未成年はダメです。夜、夜で。僕もお酒飲みたいので、未成年ダメ。お父さん、お母さんいても未成年ダメ。はい。お子様連れも、おダメですね。ちょっと、僕、タバコ絶対吸うので、はい。ダメでございます。申し訳ございません。けども、はい。 で、あのー、なんでしょう。これ多分マジで言わなくていいことなんですけど、ちょっとね、あのー、怪しい方がいらっしゃるんですよ。あのー、めっちゃ不機嫌に僕がなりそうな感じの方が、あ一人いらっしゃって、なんか喧嘩っ早そうな方が一人いて、うん。あの、普通にそのメ,メールね、メール見て、えー、なんか、うん、うんって思ったら、 メール返しません、その方には。うん、失礼な態度とか自己紹介がちゃんとできてなかったりとかそしたら返さないのと、あと会ってみて、いや、ちょっと俺きついなって、僕がきついなって思ったりとか、あと周りの方の空気読んで、あ、この人いない方がいいなって方には容赦なく帰ってくださいと、正直言います。なぜなら会費ももらってないですし、えー、なんだろう。本当に友達と飲み会みたいなことなので、はい。で、 気分悪くされて、訴えられたりとかしても、まあ、意味、意味が分からないんで、金銭もね、発生しないですし、はい。これ、マジで言わなくていいことなんですけど、ちょ、ちょっと怖い人、一人いて、はい。えー、これ、伝えておこうと思いました。はい。ということで、明日の生配信、そして、名古屋の、軽オフ会、ぜひ、えー、楽しみにしてください。ありがとうございました。